これお母さん、これは松坂牛ですね。ちゃ、昼もあげた。あ、昼、あ、そうか、昼あげた、あれな。で、これは何？豚肉。あ、豚肉ね。お、出た。これはキャベツですか。白菜です。あ、白菜。白菜にキュウリに人参ね。人参克服してるもんね。キュウリとキャベツか。じゃあこれほやけど、あの鶏湯が蒸したスープで、はい、煮た。あ、煮たやつ。あ、まあ食べてくれるかもね。で、これはまあいつもの はい、なんだ、鶏肉ね。いっちゃん、お母さん今作ってくれてるよ。いっちゃんのな。ああ、昼はさ、お兄ちゃんにもらったやろ、松坂牛のしゃぶしゃぶな。あ、でかいの1枚もらったよね。ああ、簡単に食べたけどな。な、えい、あー、いっちゃんだよ、5歳になりました。いっちゃん5歳です。5歳になったいっちゃんです。はい、皆さんこんばんは。今日ね、いっちゃんと久しぶり、宴ではないんですけどね、こういう形でちょっと収録したいと思いまして、こういう場所を作りました。この子、おかげさまでもう5歳になりました。もう皆さんはね、いつも応援いただいて、もう毎日のように、毎回のようにね、コメントをくださる方がいらっしゃったり、もう本当はね、一応ありがたいね。で、数多くの方ね、ご登録いただき、で、あとね、毎回こう、ご覧いただいている方もね、本当、いらっしゃいますんでね、そういった意味ではね、本当はいちゃんが、いちゃんをね、応援していただいてるんだなというのがちょっと、我々実感してるんですけどね。本当、いちゃん、たくさんの人にね、見てもらって応援していただいてるからね、まあ、その中で、健康にね、5歳になりました。大きなね、病気をするっていうこともなくて、大きな病気というより小さな病気も、病気は一切してないんですよ。ね、生まれてからこう4年少々経ちますけど、今は5歳になりましたけどね、病気はね一切してません。で、病院にかかったっていうのはね、先日ね、マダニにね、お腹ちょっとついてたんで、それを取りに行って、まあ、薬もねいただいたと。その程度でね、すごくね、健康に暮らしてくれてるね。まあ、無事ですね、5歳をそういうことで迎えることができました。本当も皆様ね、今まで応援いただきありがとうございます。で、これからもね、まだまだ5歳なんでね、なんか会見はね、記録によると28歳までの子がいたようなんでね、まあそれ戦前の記録だったと思うんですけど、まあ大変昔の記録ですけどね、まあそれでもそれだけ長寿の子がね、会見ではいたということなので、まあこの子もね、もう軽くもう20歳は超えてほしいなっていうのがね、まあ弟の希望としてはありますのでね、はい。ね、でね、今日そういうことで、一応5歳のねお誕生日なのでね、こういうちょっとここ前に並べてますけどね、これありますけど、これ牛アキレスっていうものですね。これも無添加の、これ牛タンですね。これ子牛のあばら骨っていうものです。鶏軟骨のハードですね。それとね、まあ歯磨き効果があるということなのでね、これもこういうガムを今回用意しました。このいっちゃんね、まあちょっと5品だったんですけども、まあお誕生日ということでね、ちょっと用意してあげました。これね、新しい首輪をね用意しましたね、今回。今までつけてたのは革製なんですけども、これちょっと今回革じゃないんですけどね、これなんか夜にね発光するようなんですよ。だからまあ安全性が高いんで、まあこういったものをちょっと今回用意しました。でね、
あとね、今ねこの子5歳になりましたけど、まあこれこのチャンネルをね初めて見られる方もねいらっしゃるかなとも思うんですけども、まあそういった方のためにちょっとこの子との最初からのいきさつをねちょっとお話しさせていただくと、まあこれまでもねいろいろ質問があったんですけども、この子ねちょっと静岡から来ました。でここ大阪なんですけど、なんで大阪なのに静岡から来たんですかっていう質問もよく最初の頃いただいてたんですね。でなんでかというと、まあ音はねこの日本犬がすごく好きでね、しばちゃんだとかね、でまあ土佐犬なんかも好きで、まあここね紀伊半島近いですから、まあ紀州犬だとか、まあそういうワンちゃんがおったんですけどね、音は金がねこの甲斐犬、あとねレアだと思うんですけど川上犬、この2つに絞って、実は探してたんですね。でたまたま縁あって甲斐犬のこの子来てもらったんですけど、なんで静岡というと、もう大阪にはね全然全く甲斐犬いなかったんですよ。ペットショップはまあねいくつか、まあたくさんあるんですけどね、たくさんあるんですけど、どこのねお店にもね、まあ、こういう子いなくて、まあ、探し当てたら静岡の方にね、ちょっといたといういるっていう情報を聞いたので、まあ、そこをちょっと連絡させていただいてね、で行けばねちょっと漁師さんも やっていらっしゃったお家なんですよ。でまあ当然この子のお父さんお母さんもいたんですけどね、6人兄弟姉妹でした。で、この子はねその6人兄弟姉妹の中の一番最後に残ってた子なんですよ最後に残ってた子でね、それをねちょっと分けていただいたと、静岡の方からねいうことですな。それはそうやったな。ねこの子ね今ですからこんな感じなんですけどね、最初ねお父がこの子見た時にね、この子にねうわーってねうなられたんですよこの子は後ずさりしながらね、お母さんと一緒にいましたけどね、お母さんの方に寄ってうなりながらね寄っていったっていうのが最初でした。でもね吠えませんでしたね。でうなってはいましたけど、でまあ音の方からねこの子に、語りかけたんですよ。大丈夫だよっていうことでね、まあいろいろ話していくとね、こっちのね目をじーっと見てね話聞いてくれたんですよこの子が。だからまあそれはね最初人でもね、もう初対面の人っていうのはやっぱり、まあ、警戒する場合あるじゃないですか人間でもね。ましてや犬、もう子犬なんでね、まあ、そんなの当たり前だなっていうことでね、まあ大丈夫だよっていうことで話してるとね、この子ね真剣に聞いてくれて、話の分かる子っていうか、あ話ができる子なんだってちょっと、感じたんですね、お隣に。だったらまあ全然問題ないやいうことでね、素直な子でしたしね、まあそういうのが最初の出会いでした。あ、それからね、まあお父はどんなしつけしてるんですかっていうとね、それはねドッグトレーナーとかで、まあその犬舎のね先生方のようなね、そんな専門知識、当然持ってないんで、月並みなしつけしかできてないんですけど、まあやっぱり外に出ますんでね、交差点とか飛び出してはいけないんで、まずは待ての練習をしました。で待てをして、まあ、交差点の待ってる中ではねお座りをして待てるように、何度か訓練しましたね。で今はね待てますよね。なでね、
あとまあそれはあのお、まあ、これ今こう催促やってますけどね、お手とかおかわりとかね、頂戴だとかいろいろ、まあこれお姉ちゃんとお姉ちゃんとかね、お兄ちゃんが教えた部分もあるんですけど、まあそういうことでね、まあ芸達者なところもあるんですよね。でまあそういった意味ではね、家族がみんなこの子でね楽しんでるというか、でこの子はこの子でね、なお兄ちゃんお姉ちゃんと遊んでくれるからな、いっちゃんも楽しいよね。まあそんなんでね、そういう毎日をね、過ごしてきてますね。でまあこの5年目に入ってきますけども、昨日で5歳になってね、今日で5歳と1日なんですけどね、まあそういうことでね、まあとにかく健康でいてくれてるので、弟としてはねもう最高の子だと思います。それからね、あとね、困ったことは何ですかっていうのもこれよく聞かれましたね。困ったことっていうより、この子よくね、吠えるようになったんですよ。で最初生まれてからね、2歳頃まではね、どんな子が来てもすごくフレンドリー、全く吠えなくて、すごくどんな子でも仲良くできた子なんですよ、このいっちゃんね。だから吠えられてもね、吠え返すようなこともなかったんです、2歳までは。ところが2歳を過ぎてからね、豹変しましてね、もう一度吠えられたらね、もう何倍返しもするほどちょっと吠え返すようになって、これ昔からね、ご覧いただいてる方、お気づきいただいてると思うんですけど、そういう動画もねちょっと配信してます。それは2歳を過ぎてからのこの子の姿だったんですけども、ある日ですね、まあ小型犬に吠えられてたいっちゃんがですね、その子に向かってね、すごい吠え返すんですね。でまあ吠えられなかったら吠え返す子ではなかったんです、ないんですけども、まあ少し吠えられるとね、もうそういうことで過剰に反応するようなところをですね、2歳過ぎてから見せるようになりました。でそれはね、やっぱり、ちょっと訓練っていうんですかね、やっぱりね、視聴者さんからのですね、ご指摘もいただいたり、まあ、いくらその吠えられたからってね、吠え返すっていうのはね、やっぱりよろしくないんじゃないかということでね、まあ、そこはちょっと訓練を重ねて、多少根気のいる作業ではありましたけど、もう最近はね、もう少々のことであれば吠え返さなく なりました。逆にもうスルーができるようになったりね。ただあまりいくらなんでもそのしつこく言われるとね、まあ人間でも人でもそうだと思うんですけど、やっぱりこの子供ね、やっぱり言い返したくなるようで、やっぱりそういうとこ、そういう時はやっぱりね、吠え返してしまう時はありますけどね。だいぶお利口さんになったよね。でまあ今までね、この子を連れてきてありがたいなと思ったのは、まあ実際、まあ、大きなね病気はしてないんでね、まあ音も YouTube やりだして、いろんなその YouTube 仲間のね情報とかもちろん聞いたり見ることがあるんですけど、結構病気になる子が多かったりね、病気になる子がねいますけども、この子は本当丈夫っていうか、その遺伝的な疾患っていうのもほとんどないんですよ。ないというか全く見えないんです。だって会見っていうのは遺伝的なその疾患っていうのはないような犬種だと言われてます。まあそのまあね、音が言ってますけど、自分なりの根拠はないんですけどね、まあ世間一般そういうように言われてるということですね。で会見のね、あとね、会見ってどんな犬ですかってよく聞かれたことあるんですよ。まあ自分が飼ってますんでね、飼ってるんで会見のことよくご存知でしょみたいな
感じでよく聞かれる時あるんですけども、これは本当申し訳ないんですけどね、もうあの音はね、別にその検査のね、先生方でとか獣医でも何でもないんですよ。でただこの子を飼ってるだけで、まあ経験値の話しかできないです。だから変に知ったかぶりはちょっとできないんでね、まあ自分の体験できたことだけはねちょっとお伝えはできるんですけど、飼い犬とね他の犬のね差っていうとね、まあ性格がね なんかこう一人のね主、しかこう懐かないとかいうのはありますけど、あのねこれ自分の経験値ですよ。まあであれば、まあ音だけ懐いて、あと懐いていないのかっていうとね、そんなことないんですよ。お姉ちゃん懐いてるでしょ、お兄ちゃんでしょ、お母さんでしょ、家族全員懐いてますし、最近はね、ちょっとね、デニーっていうね、が来ましたけど、そのデニーにもね、懐いたりで、だから、慣れればね、すごく、話せる子ですね。やっぱりでも初対面でね、こう、なんか何で言いますか、こう気軽にね手出すと、やっぱり吠えたり髪にいっちゃうケースもあーね、やっぱりなきにしもあらずなんで、やっぱりそこはね会見なのかなとは思いますけども、基本ねそんなにね差はないのかなって感じてんですよ。それはねなぜかっていうとね、10年以上も前に、まあ、この子が来るね8年以上も前に実はチーズを飼ってたり、子供の頃はマルチーズっていう、ほんとあれもちょっと小さなワンちゃんですけどね、そういう犬を飼ってましたけどね、逆にねこの子無駄吠えはないですよね。吠えられたら吠え返すっていうのはありますけど、自分から吠えるっていうのはまずないんでね、基本静かな子なんですよ。それは警備をして番犬をするときにはね、わんさかわんさかその吠えるっていうところはまあもちろんありますけど、基本ねおとなしい子なんですよ。会見ってまあ別に会見だけではないね、まあ、他の犬ワンちゃんもそうだと思うんですけどね。だから何々犬だからいうことで一括りにしてこうなんか分別してね、やるっていうよりも、音はね基本ワンちゃんはみんな同じなのかなって。もう家族に入ればね、その家の何て言いますか空気っていうのはやっぱあると思うんですけど、その空気にそのワンちゃんの方がねやっぱり慣れていくんじゃないかなって思います。だから何々犬だからこんな性格だとか、それは多少あるんでしょうけど、そんなはっきりしたねものはね感じられないです、ね、だからその犬のね自転に乗ってるようなことはそこまでねはっきりしたさないと思うんですね。ね、うん、だからやっぱりその家の空気っていうんですかね、それに、ワンちゃんの方がねこう慣れてくるっていうか、そっちの方が大きいような気がします。まあ会見はねこうですよああですよ、会見の特徴はねって、まあそう言った方が面白いかも分かんないんですけど、実際はねそんなにねないですよ。やっぱりワンちゃんなんでね、犬なんでね、まあ人間がねこう、都合でねいろんなワンちゃん種類いますけど、もともとね一つからねこう分かれててますんでね、基本性格はよく似てますよね、やっぱりワンちゃんの性格はね、うん、じゃあ賢いもんな、うん、人と犬はねこう意思が通じますかってよくあります。でこれねまあ犬は話せないんですよ、もちろん話せないですね、読み書きできないですよね犬ってね。
人間は読み書きできますけど、そういうものがね、こう意思伝達ができるかっていうとね、まあ音はねできてますできてます。やっぱりそのイントネーションでこう人のね話の強弱であったり、そういうのをね犬ってすごく感じ取れる子たちだと思うんですよ。別に会見だけじゃなくてね、犬っていうのはそういう人に近い子たちですよね。もうそれで何万年も人間と一緒に暮らしてきている子たちなんで、ジェスチャーとかそういうのを簡単にこう理解できるようにこの子たちもなってるような気がするんですよ。まあそれは説明できないですけどね、それは説明できないんですけど、なんかねそういうテレパシーとかそんなんじゃないですよ。なんかそういう空気を感じ取れますよね、常に。だからこの子は寂しいんだなとか、まあこれはねワンちゃん飼ってらっしゃる方だったらほとんどの方経験されてらっしゃるとは思うんですね。ああうちの子今寂しそうだなとか怒ってるなとかね、やっぱりその皆さんお分かりになると思うんですけどね。まあだからそれはねどういう気持ちでワンちゃんがいるかっていうその気持ちの変化っていうのは割と把握しやすい子たちだと思います。だからそれだけにね、まあこちらとしても気持ちの変化が読み取りやすい子たちなので、楽しいですよね、そういったところがね。まあ それでね、まあ、そんな感じでね、まあ、あとはこれ最後になっちゃったわこれ、ね、だからねちょっとお話ね、いっちゃんなかなかとちょっとやってもあれやね、いっちゃん そのメインディッシュちょっとお母さん持ってきてもらおうかね。ちょっとこれ別のカメラで撮ってます。まずねメインディッシュ、これ鶏肉か、鶏肉と豚肉です。で、バターで炒めた、卵にで肉汁で煮た野菜ですね。で卵豆腐にチーズケーキがあります。まあこれだけちょっと種類今回ねいっちゃんに用意しました。でお昼はね実はちょっとフライングでもう食べちゃった後なんですけど、ちょっと別の分でね撮影はしてますけどね、お兄ちゃんに買ってもらった松坂牛ね、お兄ちゃんに買ったね、買ってもらったね松坂牛あるんですよ。しゃぶしゃぶ用と焼肉用買ってもらってますんでね。でしゃぶしゃぶ用を先ねちょっと昼フライングだったんですけど先にいただいてます。この子ね、おいしかったな、うまかったろなあ。松坂牛お父さんなんかさあんな肉めったに食えへんと。お父はね大体ねお肉屋さん行くでしょ、まあグラムあたり298円ですかね。しかもパックに入ってるやつでまあ大体半額があれば大体その半額買ってくるようなもうそんな生活してるんですけどね。この子はね今日松坂牛をもらいました、しゃぶしゃぶ用のね。まあもちろんお父さんもちょっと分けてもらったけどな、あそうなんです。さあじゃあそうしたらね、はい、じゃあねじゃあ食べっぷりちゃんと撮ってもらうようにカメラのセッティングもできたようなんで、はいどうぞどうぞ、はいよしよしいいよ、はいよし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 、な食べ、はい食べどうぞ、よしじゃあ何か食べる、好きなもの食べ、はい、好きなものどうぞどうぞ、よしよし食べささなあかんの、お父さん手でもう食べんよ自分で、もう赤ちゃんじゃねえんだからさ食べなさいよ。みんなお皿乗ってるの食べてるよ、お友達。いいちゃん食べられへんの？君も5歳でしょ？食べなさいよ、ほれ。5歳。5歳のお姉ちゃんですよ、もう。え？
上手に食べてください。はい、どうぞ。よし、よし。いや、もう、しょうがないね。はい、はい、よし。ああ、一人で食べ。な。一人で食べよ。どうぞ。どうぞ。よし、いいよ。はい、どうぞ。おいしいでしょ？卵から食べる？うん。卵からいただきますか？もうそうそう、その調子、その調子。自分で食べてくださいよ。もう5歳なんですからね。5つですから。はい、どうぞ。はい。よし。よし、いいよ。食べ。おいしいね。どうぞ。食べてください。ね、うん、おいしい。おお、卵いくね。卵おいしいやね。卵おいしいんだ。あ、そうか、カメラ回ってるから緊張してんのか。もうちょっとお父さん、ほんでお父さんよけるな。兄ちゃん一人で食べそこな。な、はい、どうぞ、食べてください。よし、よし、よし、いいよ、食べて、食べていいよ、よし。手で食べささな、食べへんでかい。もうしょうがないな、もう。はい、どうぞ。あ、まあまあ、ただな、いくつになってもな、一人で食べなさいよ、もう。うん、はい、次お野菜、はい、お母さん作ってくれたよ。はい、おいしい、うん、はい、残さんと食べてね。お母さん一生懸命作ったんだぞ。うん、うん、はい、野菜、野菜いけ、野菜、あ、デザート先行った、デザートのチーズケーキ卵豆腐、卵豆腐行った。やっぱり野菜は一番後回しか、いっちゃんなあ、やっぱりそうなる。この前人参食べたからな、しかもそれ肉の、ソースで、肉のソースっていうかだしでさ、ボイルしたやつやから、一番先の食べんかな思ったけど。はい、どうぞ。美味しいやろ、人参いったね。やっぱり人参実績やね。この前人参食べてたもんな。美味しい。うん。あ、人参いくね。きゅうりと白菜と人参をね、これ用意したんですけど、人参はいった。白菜は、いっちゃん白菜きゅうりも食べてよ。みんなお友達食べてるよ、よい子に。これ、はい、よし、食べなさいよ。舐めてるだけで食べないよ、食べなさいって。お、そうそう、あ、あ、あ、上手に食べれる。はい、どうぞ、上手に食べて、食べる、食べる。これちょっと作戦失敗したかな。さっきこれお腹いっぱいになってきたかい。じゃあキュウリは、キュウリはいらない。あ、お野菜苦手だな。今年も肉食かい。5歳もでも、4歳でやっと人参が食べれるようになったのは事実だから、この5歳では人参以外の野菜も食べれるようになろう、頑張ってね。な、はい、まあそういうことで、はい、今日はじゃあもう誕生会はこれで終わるよ。な、おいしいのもらったね。はい、まあでもね、あとはね、じゃあこれ下げるね。あとはほーれ、いっちゃんの好きなおやつばっかり。これほーら、
ね、お母さん買ってくれたからな。無理ほら、こんな鶏の軟骨だとかさ、子牛のあばら骨とか牛タンだとか牛のアキレスだとか、みちゃんの好きなばっかりやな。いいね。じゃあそういうことで、いっちゃん5歳になりました。5歳のいっちゃんもこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、終わり、終わったよ。はい、よい子だったな、お利口やった、よしよし、もうお散歩も今日行ったしな。なんこれ、お母さんこんなん作ってくれてんで、ハッピーバースデーだって、いいな、よかったな。はい、これ新しいね、フリマです。ちょっとつけてみようかな。いいかな、お似合いかな。ちょっとつけたけどね、明日からこれをつけて散歩しようかな、うん、これバンナーが特に発光で光るからいいよな、これ。はい、じゃあね、これ食べよ、いらない、はい、もういいよ。じゃあ無理に食べなくていいです。